モニターのところに来ました。今回も、新製品というか、HDR ですね。もう世間でもうだんだんデフォルトになってきたんですけど、その辺に関して新しいものが出たということがちょっとお聞きしてます。おはようございます。おはようございます。ソニーの国原と申します。よろしくお願いします。今回、そうです、先ほどのカンファレンスも聞いたんですけれども、新しくなったというところで、はい、ちょっとその辺説明いただければと思います。はい、こちらの弊社でもともと発売しておりました LMDA シリーズという液晶の HD ピクチャーモニターのシリーズなんですけども、今回ですね、新たに V3.0 という名前でですね、 HDR の EOTF に対応することが決まりました。はい、で、リリースに関しましては今年の7月頃をターゲットにしてるんですけども、こちらの無償のファームウェアとなっております。今回無償なんですね、ファームウェア。はい、無償でやらせていただきたいと思っております。じゃあもう少しちょっと詳しくメニューの方から見せていただきましょうか。はい、ですね、従来の今までの V2.0 というのが今まで出ていたモードなんですけども、バージョンなんですけども、こちらですと、もともと選択肢にこちらの SDR のいわゆる一般的な 2.2、2.4、2.6 といった EOTF しかなかったんですけども、それに加えまして、S-Log3 ですとか、HLG-PQ といった EOTF も選択できるようになっております。もう明らかに違いますね。そうですね、やはり HDR といいますと、HLG で 2.4 表示もできますけども、やはりちゃんと信号を確認するには HLG は HLG の EOTF で見るといった方が、正確な監視ができるということで、今回こういう対応をしております。なるほど。もう日本ではなんてファームアップはどれくらいになっちゃっけ。はい、日本でのファームアップの時期というのは、ですね、今年の7月頃を予定しております。でこちらですね、弊社のウェブサイトでお客様自身でダウンロードして、お客様自身から Windows PC のイーサネットを介してご自身でアップデートいただけますので、これから LMDA シリーズ購入される方だけではなくですね、既存のもうすでに使われている方に関してもご自身でアップデートしていただくことが可能です。なるほど。じゃあもうこれで HDR の精査がかなり身近になった感じですね。そうですね、弊社これまで結構高価格帯のモニターでは HDR 対応してたんですけども、なかなかこの低価格帯のモニターで対応というのがしてこなかったので、これからはいわゆるオンセットなんかの時でも、簡単に HDR の映像が監視できるということで、こういった、安い価格帯のモニターもお使いいただけるようになったというところですね。ああ、そっかそっか、オンセットで、ね、あんな感じ でポコッとできたってことね。そうですね、あちら今置いてますけども、こういった形でカムコーダーと組み合わせていただくことで、オンセットの現場で簡単に HDR の映像が監視できるというところですね。なるほど、かなり優しくなりましたね。これからもなんかいろいろちょっとそういうのは頑張ってほしいなと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、XE カムエアというところね、ブースに来ました。なんかね、いろいろパッと見て、分かる人は分かると思うんですけど、今も僕も、事前にいろいろ聞いたんですけど、めっちゃ面白いんですが、すごい話が、ね、長くなるんです。なので本当に面白いところをちょっとガスッと聞いていきたいなと思います。おはようございます。はい、おはようございます。ご視聴安藤と申します。先ほどね、何分かな、結構いろいろ聞いて本当面白いんですけど、さすがに全部ちょっと無理なんで、その中でちょっとピックアップしてお願いしたいと思います。はい、X カメラなんですけれども、カメラのですね、ネットワークコネクションをベースにしたコンテンツおよびメタデータ、それからデバイスを管理するクラウド上のサービスになっています。でユニークな機能としては、まずストリーミングなんですけれども、この実際ですね、そのカメラをですね、リモートでですね、この操作するということができるという機能があります。それからですね、 GPS でそのマップをでそのロケーションを管理したりですとかということができまして、で新しい機能なんですけれども、このカメラの方ですね、 Z280 なんですけど、そのインカムの機能がつきました。ですので、局の側でですね、来ているその映像を見ながらですね、この指示を出していただけると、その音声がですね、その実際のカメラのオペレーターがですね、こういった USB の このヘッドセットで、受けることができるという機能になってます。はい。でこれがですね、ライブ系の機能なんですけれども、非常にユニークな機能としてはファイル系の機能になりまして、まずプロキシーファイルをクラウド上に上げてファイルシェアしてということは、一般的にどの会社さんもできるんですけれども、非常にユニークな機能になってくるのが、リモートファイルブラウズという機能があります。つまり現場にあるカメラのですね、
撮ってるコンテンツの中身を、リモートで、ブラウズして、さらにそこでプレイバックすることができます。はい、でさらにですね、その、コンテンツをですね、プレイバックした上で、そのプロキシーファイル、あるいはハイレゾリューションのファイルをですね、LT 回線で局側から引っ張って作るということができます。はい、でハイレゾのファイルの場合当然時間はかかるんですけれども、先ほど言いましたように、このプレイバックすることができて、そこでインテンアウト点を設定することができます。ですので、必要な部分だけを、こちらで選択して、ハイレゾファイルとして送ってくることができると。はい、つまりあれですね、あの前というか以前はやっぱりプロキシで全部やっといて、後から、本編を持ってきてインジェクションみたいな形でしたのが、今回これを使うことによって、おいしいところとか使いどころだけをポコポコポコと切りつつ、それをそのまんま、だから結局、何でしょう、例えば3分とかあった素材の中の、じゃあ10秒だけでいいんだよって、そこだけをハイレゾでそのまま送ることができるということですね。そうですね。はい、ですので今まではプロキシーがあることが前提で、あのハイレゾのメディア、ハイレゾはあくまでメディアで戻ってくるんだったんですけれども、こうやって切り取ることができる、指定することができるということと、あと今その、2つのですね、LT の回線をですね、束ねて、送るということが今ストリーミングでできてるんですけれども、これがファイルでもできるようになります。ですので2つの LT 回線でセレクトした部分だけのハイレゾを送るということがなりますので、あのニュースの映像コンテンツであれば十分に LT 回線で送れると。はい、わかりました。その他にもね、いろんな機能がね、細かい機能がいっぱいあるんで、もしこう NAB の会場に来てる方はぜひちょっとここ来ていただいて、あの説明いただいたらいいかなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、はい、次はですね、ナビゲーター X という、データベース系のお話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あの鎌田と申します。よろしくお願いします。先ほど今さらっと聞いたんですけれども、またこれここも話が長くなりそうなので、すみません、短くお願いします。あらゆるストレージにあるあのコンテンツを、例えば NAS とか、それから、クラウド上のコンテンツ、それからアーカイブメディア上のコンテンツ、ちょっと全てを統合的に管理して、まあ、それらを、検索で探し合うとして、その次のステップに渡すようなワークフローも自動的に作るということができるシステムです。まあ、あの大きく言えば、まあ、要するに動画ベースの、まあ、データベースから、いろんなものを簡単に拾ってくれると。そうですね。で簡単に拾ってくれるし、それをあの編集機に渡したりとか、それからクラウド上にアーカイブしたり、あるいはオンプレの、アーカイブシステムを使ってそれをアーカイブに持っていったり、それをまた引き出したりといったようなことが簡単にできるシステムです。まあ、ソニーさんですといろいろあのなんだっけ、ディスク系のサーバーとかいろいろあるんですが、はい、あの辺も全てコントロール。そうです。それらのコンテンツを全て持ってきて、あの例えばその 4K とかっていう大きなあのファイルでも、それも自動的に低解像度のプロキシを作るので、まあ、こういうウェブブラウザー上で簡単に再生ができるっていう、まあ、この本体を見なくてもプロキシビデオを見ていろんな作業ができるというようなあのシステムになっています。まあ、検索方法は多分、まあ、タグが多分一番一般的だと思うんですけど、その他にどんな感じ、なんか特徴は。そうですね、まあ、あの新しい機能としてはあの AI を使って自動的にあの AI を使って、そうですね、オブジェクトディテクションだとその物体を認識して何かっていうのをあの自動的に認識したり、それからスピーチトゥテキストだと、まあ、あの喋ってる言葉をテキスト化して、でそれでまあ、それによってまあ検索ワードを引っかかりやすくするというようなことをやってます。ということはあれですね、まあ、AI 使ってそういうことをできるということは、まあ、あの慣れてない方でもまあその辺を使うと、まあ、簡単に引き出しやすくなったということですね。その通りですね。それが一番やっぱりあの人手を省くというか、まあ、一番手間がかかるところなので、まあ、そこを自動化できると本当に皆さん助かるというか、あの後々探しやすくなるので、それが一番助かるところだと言われています。なるほど、いろいろありますね。わかりました。本当はね、まだまだいろいろお話が面白い感じがあるんですけども、長いんで、ぜひ、ここにあの会場にいらっしゃる方は来て実際に聞いていただいた方がいいですね。はい、ありがとうございます。ぜひ来てください。よろしくお願いします。はい、ということでした。